かここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。手塩にかけた名馬たちが一堂に会します。スーパーワールドブリーダーズカップ、まもなくスタートです。世界一の称号をかけてスタートを切りました8頭。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ外が行くのか内が行くのか、行った行った、何が何でも行くと言っていた8番タワーエクシード、その後ろ5馬身くらいあってサンスクリット、オレンジの帽子にご注目ください。これが1番人気のチャオチャオ、それから1番ソードメビウスチャオ、それからドンカツ、それから離されましてゴールドベガス。ここから474メートルは海の中を走るガラスのトンネルコースです。この辺りちょっと離れているレイヤーレコルト、さあ前の方はどうなっているのか。先頭は飛ばしに飛ばしたチャオエクシードであります。あとはずっと下がって、これが2番サンスクリット、そしてその後ろからチャオチャオ、それからソードメビウス、4番白い馬体チャオ。海の世界に別れを告げて地上の世界へと戻ってまいります。その後ろでやりましょうか、トンカツ、ゴールドベガス、ちょっと離されましてレイヤーレコルト、先頭を行く8番チャオエクシード、大きくリード。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。チャオチャオは2番手、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。チャオチャオも追い込んできた、先頭福永とチャオエクシード、チャオエクシードが抜け出した、外からはチャオチャオ、一発二発とムチが飛んでチャオエクシードが先頭だ、頑張る頑張るチャオエクシード、チャオエクシード先頭、チャオチャオが差を詰めてきた、このまま最後まで行ってしまうのか。一番内チャオエクシードが粘っている、ソードメビウスかわして先頭に立った、一着ソードメビウス。惜しかったですね。